どうもガロです。お願いします。ということで今日も諸行図10秒将棋やっていきましょう。お願いいたします。よし、今日はですね、以前リクエストでいただいていた、戦型をね、どれかやっていきたいなって思うんで、まあ多分ね、対振り対飛車どっちも結構あったんで多分できると思います。でただ早繰り銀とかで来られるとちょっとやりづらい、できない気がするので、そこだけちょっとやんないでください。はい、対戦相手はね選べないんでね、しょうがないですけどね。まあね、友達対局とか使えば選ぶことはできるんですけど、まあ、そういう感じで、まあいいや、その話はちょっと置いときましょう。はい。まあというわけでですね、対戦相手が見つかるまでステイ。よし、見つかった。あなたが先手です。対局開始お願いします。よし、まあ、ということでね、とりあえず角道開けて様子見しましょう。で、振り飛車か、振り飛車まあ居飛車かもしれないです、まだね、まだ分かんないですけど、どうすっかな。456、まあとりあえず右玉含みにしますか。居飛車じゃねえか。あ、そういえばさ、右試験やってくれってのがあったんですよね。あの居飛車に右試験なんで、まあ、ほとんどやんないけどやりますか。どうやってやるのがいいんだっけ。まあ、とりあえず左美濃に組んでいって右試験しますか。ただね、相手の形がちょっとよくわかんないんだけど、右試験飛車、まあ、これで桂跳ねて4五歩から突っかけるやつですね。1で、まあ、2五桂跳ねてから 4五歩もある。うん、なんだ、3、4、ちょっと無理。いっちゃえ2三銀って上がられるとね、ちょっとね陣形硬くなっちゃうんで、そうそう、この隙につけばこんな感じで相手の陣形崩せるんで、まあいいかなということで、でね、3五歩に関しては 4七銀と引いとけば別に銀が組み替わるだけなんで大丈夫です。でこれで一応相手の1三銀がちょっとねそっぽにいってるんで、ちょっと嫌でしょっていう感はあるんだが、さあどうする。とりあえず端歩で様子見。4五歩同歩同桂は、8八角成ってやられといて、そんなに攻めが決まんなそうなんで、1、相手もじっくりですね。3、まあね、2二玉とか寄ってくれれば角のラインに入るんで、ちょっとね面白そうなんだけど、2、3、じっくりですね。4、5、どうすっかな。まあ、端歩で様子見るか。ちょっと待って、相手の形が変わったらちょっと考える。1、ここで8六歩、3、4、5、行くか。行ってみますか。ちょっと無理だけど、ちょっと無理っぽいけど、まあ、同桂は角取られてあんまりだよね。3、4、5、6、同銀も微妙だよね。取るか。はい、9、全部バラバラにしますか。でこの桂跳ねてしまって、まあ、同桂同銀で4四歩で止まっちゃうんだけど、つまんないね。止まっちゃうのはつまんないね。7一角、いや無理だよね。1、2、3、まあいいや。はい、で多分ね、3八角とか2七角って打ってきて馬を作ってくる展開になるんじゃないかなと思います。でこれ同銀同銀同飛車同金7一角やりすぎだよね。絶対やりすぎだよね。やめとくか。どうしようかね。こっからですね。まあ3八角が本線でかといって、じゃあ相手が何もしなかったらこれ何すんのって言われても、パッと思いつかないです。パッと思いつかないんで、さあ困った。6、7、8、露骨に行くか。はい、3五歩同歩、4五歩同歩同銀、3四歩、いや2二銀引かれてどうすんだよって話か。1、さあどうしましょうかね。3、4、5、6、7、8、9、ちょっと待って、ちょっとタイム。まあ3四歩って拠点ができるから、2二銀引いた時に4四銀突っ込んじゃいますか。でバラバラバラってやっちゃいますか。あ、ここでか。1、2、3、4、取るなる、取る同金、いやこれ取り込みいっぱい入る、1回入るでしょ。で飛車取る手は金取って4五桂からもう猛烈にやる。で、まあ、同銀とか入れば、まあ、1回下逃げといて、うん、入りましたね。多分相手もこれ下逃げたら5五歩ってついてくるのかな。5、6、さあどこ逃げる。7、8、9、どこ逃げるって話だけど、多分一回5五歩突かれて4五歩って切り返します。切り返す。1、一回 4五歩、まあ、同銀5五銀ですかね。同銀同銀同角成はなんかね馬ができてちょっと攻めづらくなるんで、
同銀で5五銀とやってしまって、あ、そうですか、なるほどね。まあ多分これで、同金同銀やっといて、で5七歩成同金に4八銀を狙ってるんで、ちょっと遠慮したいですね。一回取るか。で次5五桂ですか。チャリンってなっちゃった、チャリンってなっちゃった。硬いな。2 3 4 5 5 5 6 7 8 9微妙なんですけどね。5五桂金逃げれば4三歩で、どっかで4九飛車って回っといて馬を切れるようにしておきたいですか。あ、逃げるんだ。1回4九飛車歩3連打されて歩の3連打がちょっと嫌ですか。やめた。多分これで5二金って寄ってくるのが来るのかな。さすがに4二銀ってぶち込むのはと取るのか。1、2、まあいいか。3、はい、で同金ってやった時にさあこっちがどんだけ迫れるかっていう将棋なんですけど、だいぶきついですね。だいぶきついけど3、4、5だいぶきついよ。ちょっと待って、一回やりましょう。でふーふーってくるんでそこでどうするか。1、角打って金、角、3、4、まあまあこんな感じですか。で4一銀狙っています。4一銀から4三角成があるんで、5二銀になったら8三銀から飛車が詰みます。なのでどうしてくんの。1、2、3、4、5、めちゃくちゃ重いけど7一銀7、8、9で飛車を取りに行きますか。まあ、8五歩が入ってないんでね、ここで8五飛車って受けないんで、これで飛車が逃げた時に一応腹筋で詰むは詰むんだけど、ちょっと筋が悪いですね。まあ、攻めは重たいけど、まあ繋がればいいかっていう感じですか。まあ、相手もね多分仕掛けづらいと思うんで、桂打たせる。1、2、3、4、5、6、7、8、9一回寄るか。でまあ4二金同金でどうするっていう話なんだけど、歩も欲しいんだよね。1、2、3、4、まあまあまあ浮いて多分4七銀成ですね。うん、隣だったら3八切っちゃうんで、でこれで切るのはさすがにちょっと無謀なので、6、7、本当は2八行きたいよ。本当に8来たよ。2四歩つきたいから。でも3七成銀ってやられて4七歩成を狙われちゃうんでちょっとダメですね。ちょっと嫌な展開。手堅い。4、5、6。もう一回銀になりますか。で次、4二取って5二成銀でやっていきますか。1、2、3。まあこれは取ってこいと言われてるんで取るしかないですね。でですよ。1、2、3、4。まあ一応使っときます。6でまあ3二金と寄ってくるんでそこでどうするかなんですけど、3、4、5。まあこんな感じですか。とりあえずはさあこっからですね局面は悪いけどこっからですね。1、2、3、4、5、6、7、8。受けづらいがこうしよう。歩もないからね、これね。歩もないからだいぶきついんですけど、相手金1枚なんで、まあ、まあ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 、そっち跳ねんのか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いや、これね、飛車打つ場所もあれなんですよね。8二から打つと7一金って打たれてちょっと自信なかった。さあ相手が攻めてくるの待ってます攻めてくれないとこっちがね迫れないんですよ。全く3、4、5。どう飛車もある。7、8、9。まあいいか。同飛車同成銀同金で飛車打ちに王様に上がっといてっていう手もあったかなって思ったんですけど、まあ、ここで飛車を取ってくる手もあるかもしれないですけどね。ただ角向こうもちょっとねちょっと怖い形だと思うので、すぐすぐはやってこない。でここで6八金はさすがに逃げるか。で金取らせたら何かしますか。4三銀とか1でかわしといて、で飛車を取ってもらってる間に
何か技がかけれればいいんですけど、ちょっときついかな。さあ第1回4三銀なんだけど、3一取って3四三桂ちょっと無理ですもんね。789 第1巻だけどね、まあいいや。で同玉に、同玉に1 2銀打ち3 4 5 6、なんかぼやっとしてるけど、まあいいか、一応相手詰めろです。でこっちがね、銀2枚渡して大丈夫、大丈夫、多分大丈夫でしょ、知らんけど。1 2 3 1回3四歩打ちたいけど、5 6 7 8、一回打ちますか。はい、同銀は同銀ならずで馬に当たるんで、うん、いい感じで、銀逃げるのも2二も逃げにくいでしょ、壁になるんで、多分そっちですよね。1 2そこで3 4 5 6 7 8、何が一番いいんだ、まあいいや。同玉は3三金から大丈夫です。同金でしょ、そこで3三金ですか。3 3 5 6、はい、まあ、同銀も同金も同歩なりで受けにくくなるんで、まあ、4一銀とか2一銀とか打ってくるんだけど、まあ、4一銀か、4一銀で5三桂ですか。4一銀5三桂同銀だったらバババラ、1 2 4、三桂はね2一玉でつまんないんで、5 6 7 8、あー読み切れんかったよ。まあ同銀、ここで4三桂は1 2 3 4、4三桂ありそうですね。6、はい、で、まあ王様逃げるのは4二左があるんで、まあ、同銀でも同銀も同角何があるんで、まあ逃げるしかないですか。逃げてきて4二左の時に1、どうやって受けた、まあ、4一金とかは3三歩成があるんで受けづらい。まあ、3四馬とかは3一桂何がいいですか。激戦を制しましたね、ありがとうございます。はい、ということでね、感想戦に移りたいと思います。はい、先手番です。はい、ということで今回ですね、相手の居飛車に対して、右試験をやってみたんですけど、まあ、局面的にはだいぶ悪くなりましたね。うん、なんかおかしいんでしょうね。いやこれね、まあ、だいぶこの辺で相手が手損してるんで、まあまあだいぶ 得はしてるんですけど、仕掛け方がねよく分かんないですよね。やっぱね、なんだかんだね、攻めていながら自陣を見てしまうっていうね、このね受けの体質。ダメですね。まあこの辺も、まあ攻めないよ、普通攻めないよな。かといってどう攻めるのが正しいんだ。まあ、同銀はさすがに意味わかんないじゃないですか。同銀は、まあまあまあ、まあ、こうなるよね。で同桂ってやるのも、まあ8八角成、同玉に、まあ、例えば6二銀とか引いたら4四歩どうやって受けるんだって思ったんですけど、どうするんだろう、ちょっと聞いてみますか。願いを叶えてやる、7七桂。なるほどね。なるほどね。いや、まあ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 、まあ6五桂からさばきに行きたいということですね。いやー、なるほどね。7七桂ね、もう攻めっ気たっぷりですね。まあ当たり前か、右試験だから。なるほどね、7七桂ね。で、まあ、6四歩だったら4五桂があるん で、それを受けるのに角が逃げなきゃいけないんですけど、角逃げる場所がないんですよね。4四角とかやるのも、まあ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 、4五桂でもいいし、4五銀もあるか、4五銀5五角4四歩っていう感じで攻めていけばいいんですかね。なるほどね、7七桂はいい手ですね。なるほどの一着、まあ、本譜はねこう取ったせいで、多分これね銀逃げてるようじゃなんだけど、4四銀突っ込んで、まあでも突っ込むのが右試験か、4四銀同銀同飛車同金7一角が右試験ですか。そうですか、願いを叶えてやる、ですよね。4四銀、これは互角です。まあ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 、ちょっと展開は違うけど、まあ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 、まあそうですよね。うん、この瞬間多分ちょっと悪くなってんじゃないかなって俺は個人的に思ってるんですけど、
いやこれもね、まあ、素直に同歩ってやられても自信はなかったんですよ。まあ、同歩同銀4四歩3四歩2二銀だったら4四銀って突っ込もうかなと思ったんですよね。3四歩の拠点が1枚入ることによって、まあ、バラバラにした時に3三に駒落ち込めるんで、それならねいいかなって思ったんだけど、まあちょっとねうん、普通に切り返されて、いやここ無理だもんねこれね。まあとりあえず相手のミスマッチみたいな将棋になりましたけど、まあ、これもね、まあ、同銀って払われても全く自信はないんですけど、まあまあまあ、まあ、これでも自信はないですね。いやこれだもんね、この展開だとしたら、でここの時点での小回りなんですけど、今桂損してるんですよ。桂損してるんで、しかも歩切れじゃん、だいぶ悪いですよね。まあ、この辺もしょうがないか。でこれ切ると同歩成ってやられて5八歩成が速くなるんで、まあ、ここ一回逃げるしかない。でこの時に2八飛車って回りたいんですよ本当は。2四歩同歩同飛車って飛車さばきたいんで、だそれだと3七成銀ってやられて、あの4七歩成をされてですね、先手先手でちょっときついかなということで1八。そうこの辺からちょっとね相手が受けに回ってきたので、ちょっと変な感じはした。ただだいぶ悪い、だいぶ悪い。いやここだってさ、ここどんぐらいよ、任せろ長いよこれたまに起きるんですよね。これでさ、あの寄進解析ができなかったみたいなのがあるんですけど、電波の状況かな。あ、ダメっすねこれね、これダメだな。はい、ということですね、戻ってきました。はい、やっぱ寄進解析 できてなかったですね。いやこれはどんだけよって話なんですよ。願いをどんだけ悪いんだっていう話なんだけど、意外といい勝負対局感、対局感マジで、そうですか、そんなもんなんですねやっぱね。なるほどね、やっぱねこう攻めに慣れてなさすぎるのかな俺が、なるほどね、わかりました、わかりました。はい、そうなんだ。はあ、まあ確かにこの局面は多分こっちがいいとは思うんですけど、なるほどね、わかりました。はい、まあ、ということでね、右試験はあの攻めがね大好きな人、もうねあの自陣を全く見ないで攻めたい人向けの戦法だと思うので、まあ、右玉を結構刺されてる方だったら多分ね苦手だと思います。はい、ということで、ね、今日はこの辺でね終わりにしていこうと思います。ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。